この動画は、最終回だけど、つくづく、レイクタウンを最後に持ってくればよかったと思い、制作されました。やあやあやあ、今回は、南越谷戸賀門の時みたいに、大袋と宣言台をまとめて特集していきます。早速見ていきましょう。まずは1947年、ここが大袋駅ですな。越谷駅や北越谷駅と比べると、駅前がかなり寂しい感じですな。49年は新しく道路が敷かれてますな。56年。61年。69年になると、草加バイパスが作られ、宅地が増えて、学校も開校してますね。北に目を向けると、宣言台駅が開業してます。いやしかし、田畑の真ん中に駅がポツンとある光景はシュールですな。ここに順天堂、越谷病院が建てられてますな。カラー写真になった74年には、新国道4号と立体交差の工事をしていますね。宣言台の方は道路が敷かれましたが、ほぼ手つかずの状態ですな。79年は、工事していた新国道4号と立体交差点が開通しました。まだ下り線しか開通してないので、片側1車線として使われてますね。宣言台の方は、ぼちぼち建物が増えてきてます。84年、大袋駅前はかなり密集してきましたな。ロータリーがないからかなり窮屈に見えますな。宣言台の方は集合住宅が建てられて空き地が減りつつあります。90年、国道4号の立体交差部分を片側2車線にする工事の最中ですね。宣言台駅周辺では、駅から東に伸びるコスモス通りが作られてますな。そして2007年、大袋駅から西側に変化がありますな。建物がなくなって空き地になってます。西に目を向けると、現在の大袋西口通りの一部ができていますね。ようやくロータリーが作られますな。宣言台駅周辺は、空き地がなくなるまで建物で埋め尽くされてますな。13年、大袋駅、西側にロータリーが作られました。それと新しい駅舎の工事中ですな。この年は竜巻が大袋駅付近を通過して、大きな被害を出しましたね。宣言台駅の周辺は特に変化はしてないですな。そして最新の19年では、少し時を持て余してますけど、大袋駅を中心に建物が密集して立ってます。駅の東口は相変わらず狭いですな。実際に行ってみたら、狭い道に自動車と自転車と人が行き交っていて危ない場所だなと思いましたな。宣言台駅周辺では、東武線の橋梁を改修してますな。この橋梁はボトルネックになっており、洪水時に宣言堀の流れを阻害していました。それを解消するための工事をやっているんですね。今回はここまで、大袋駅は最初は他の駅ほど栄えていなかったけど、徐々に街が広がっていきましたな。バイパス道路が作られて、他の場所とは違う変化をしていますな。宣言台駅は、何もないところに突然駅ができたとは思えないほど、周りが発展してますな。ということで、越谷を空から見るシリーズはこれにて終了させていただきます。自分が思っていた以上に再生されたので、作ってよかったなと思いました。これから、外に出ての撮影を計画しています。いろいろと企画を考えたので、お楽しみに。それでは、ご視聴ありがとうございました。何もないところに作られた宣言台駅。こう見えて開業当時から準急停車駅だったらしい。どうしてこんな中途半端な場所に駅が作られたかというと、宣言台駅の北には、当時東洋一の団地だった竹里団地があるんですね。宣言台駅が作られた背景に、竹里と大袋のどちらに準急を止めるか揉めた結果、妥協案として作られたみたいな話がありますが、裏付ける資料がないのでここでは明言を避けておきます。なんやかんやで更地の土地にできた宣言台駅ですが、昭和60年に放置自転車日本一という不名誉な1位になります。なんと5000台もの自転車が駅前に放置されていたんですって、あくまで私の推測ですが、原因は、竹里駅と大袋駅は各駅停車しか来ないので、乗り換えなしで早く移動できる準急に乗ろうと、竹里と大袋の住民が自転車で宣言台駅に行くため、放置自転車が増えたんじゃないかと思われます。当時の宣言台駅は、現在とは違って駅前には建物がなく、駐輪場もないため、自転車を放置しやすい環境だったのが、不名誉な日本一になる要因だったのでしょうな。この写真は79年のものですが、おそらく駅前には自転車が大量に放置されていると思われます。放置自転車は宣言台駅だけでなく、市内の他の駅でも問題になっていました。こうした経緯があったので、越谷駅や南越谷駅には高架下を活用した駐輪場がありますな。中でも北越谷の駐輪場はとんでもなく広く、ここからここまでの高架下が駐輪場になっていて、すげえなと思った。
そういえば、地図を見ていたら、この辺りは越谷市じゃなくて、春日部市なんですよね。宣言堀で、区切られていると思ってましたわ。しかも面白いことに、ここの町名は宣言1丁目、2丁目はないのに、1丁目と名乗ってるのが、謎すぎて面白いですな。